キンポン広場のキンポンです。いつもご視聴いただきありがとうございます。もう今日も雨でしょ。で、最悪のことできんかった。昨日はもう雨降るまでにね、しとかなあかんこと、種取りやったりね、差し寄せなあかんやつやったりね、やっとったんやけど、もう今日はね、中でゴソゴソしたんやけど、もう外のことばっかりしとったら、もうこの頭もう見てください、もうこれ。もう、キンポ前の動画でも撮っとんやけどね、セルフカットやっとんやけど、もうくせ毛、ナチュラルウェイっていうね、ウェイなんですけども、悪い言い方したら、あんまり嫌いなのにその天然パーマっていうのも、これクリンクリンなら湿度高かったらね、あんたよろしいやん、もうパーマ当てんでもええのに、言うてね、若い時からよう言うてもらいよったんやけど、そうでね、うん、それはもう若い時はストレートヘアに憧れてね、吉田栄作みたいに、もう過去の人になったけど、こんな黒の白い T シャツ着てね、ジーパン履いてね、もうファッションそれだけ、うん、さあ、してね、してみたかった。もう、無理。56歳。いうことでね、今日はね、これ、どないしようかな思ってね、前のね、セルフカットの動画もね、自分で撮ってね、口でね、切りながら、うん、やってみとったんやけどね、まあ、それなりに良かったんですよ。でもね、こんだけむさ苦しいなっていった動画撮っとっても、自分だとか見直したら汚いや、多分、ただいさえもう、シミだらけのね、口角下がってね、おっさんが、こんな動画撮ってるもう、グリンクリン、もう、昔からもう、お父さん、サリちゃんみたいな、サリちゃんのお父さんみたいな頭納豆で言うて、もう、クリーンなっとって、もう、これも嫌いでね、で、いつもここのトイレ、うん、でね、合わせ鏡になっとうからね、三面鏡以上になればとできるんですよ。前の動画ご覧の方はご存知なんですけど、初めての方はね、いつもここでセルフカットしとんです。んで、まあ、嫁さんに言うたらね、ツーブロックしたいや言うて、そんなクリクリの頭でツーブロックなんかできるかいな、言うて言われるんやけどね。チャレンジしてみよう。またぶっつけ本番なんよ。今日も。もうそらぶっつけ本番よね。もう失敗してもええ覚悟。もうほら、タオルをね、いつも巻いとうでしょ、外。うん。多分どないなっても構わへん。もうこらして、もうあかんかったらね、こらして巻いてしよう思っとんやけどね。今日はね、ヒゲ剃りでね、ツーブロックに挑戦してみようかな思って、そんな動画撮ってみよう思ったんです。うん。まあね、最後まで、よろしく。ああ自然の暮らし、キンポン広場。はい、ここがね、はい、キンポン広場のトイレなんですけれどもね、こんな風にね、あ、いや違うわ。こんな風にほら、こっちに鏡があって、で、こっちにも鏡があって、で、もう、2枚合わせになっとんでね、ちょっとカメラと一緒に、ずーっとね、どないした見えるんやろ。あ、カモンが詰まったらいいんやろか。あ、ちゃうわ。あ、この向こう、こう見て、ほら、見てください。ほら、ほら、ずーっとずーっとずーっとこう、ずーっとね、向こう、面白い、うん、うん、ほら、こんな感じ、ずーっと向こうまで。んで、カメラ邪魔やね。うん。で、いう風に見えてますよ。で、そこにね、両サイドに、こういう、鏡を、んこんな風に、持ってきたら、こうやって、こっち、こっち、見えるんです。んでね、もう後ろこれなんとかせへんから、いつもね、普通に口でね、取り寄ったんやけどね、切り寄ったんやけどね、ちょっとね、つぶろ的にね、やってみたろうかなと思ったんです。うん。いうことで、こう、立ち上がったらこんな風になったから、ちょっとあかんわ。これずーっと向こう。ほら、ずーっと向こう、ずーっと、ずーっと向こう、ずーっと。うん。いうことでね、材料はね、いつもね、これ、高校時代からセルフカットやっとって、これはもう買ったやつ、ちゃんと正規で買ったやつ。で、もううちの子供も、嫁さんが全部カットしちゃった時の、これも100均、100均。で、これでね、散髪ショップに自分のコーム、うん。今回ね、これで持ち上げてね、これで2ブロックしてね、ごつ荒いやつ。うん、これでね、ここ、ギュッとか、ギュッ、ギュッ、ギュッ、できるかどうかわからんよ。うん、してみよう思うんです。いつもまあ冬はね、この学校内と夏はね、すっぽんぽんでしとったら、これに毛つかへんから、もう全裸でね、うん、しないけど、今日動画撮っとうから、あんま全裸って見苦しいしね、ぼかしでんとあかんのもちょっと嫌やから、うん。なのでそう、ちょっとこの学校で後でね、掃除機でする、吸い取るんですけど、そういうことでね、ちょっと今からやっていきたいと思います。はい。いつもはね、これでこう、バーっとしていってね、で、前言うたように、こう、指から出たやつだけ、好きじゃなくて普通の、この、ハサミでこう、こう、バーっと。もう太ももとかね、うん、そういうところらへん、膝の上に毛がそのまま落ちて、あれ、ナイロンしてしたらいいんやけどね、暑いでしょ。うん、でもそれせんと。うん。だからね、いつも全裸で、トイレの中で一人でこうやったんです。うん。なんで、膝の中がね、毛だらけになってね、うん。もう、どこの毛もどこや分からへんぐらいね、なったとかそうじゃん。おかしなことしとるでしょ。まあ、ベロの中に毛が入った。
ってる口ゆすがなか、うん、まあね、そう、こんな感じでね、こう、ゆりから出たとこだけ、こう、離して、切るだけでね、うん。口ゆげの人ってね、それでスッキリするんですよ。だいたいこのほら、指の高さぐらいに毛が短くなったら、そうです。あ、ことが済むのがね。それでごつい簡単なんですよ。よいしょ。よいしょ。うん。前はね、意外と、簡単。慣れた。今、利用代いくらぐらいしたか知らんけどね。安いとこは安いと思うけど。うん。こんな感じでね。うん。で、それでね、こういうとこ。うん。もう、こうやって今までやっとったんです。耳切らんようにたまに聞いたことあるけど、こうやって。だいたいね、うん。これでこと足りとった。うん。伸びるん早いのはスケベや言うてね、昔から言うてませんでした。この筋も伸びるん早いかスケベなんやのか。そう。それでね、こう。で、こっち側もピヨンピヨンってなっとっと、こういう風に。うん。これやったらね、定期的に切っとったら済むだけなんやけど、こうやって、時間があったらね、うん。横着しとったらね、耳たぶんとぶんキュッと相手持て、うん。そんなこともありました。うん。もう、イカスラだったらね、柔らかいとこ切ったら、ちょっとね、用心するようになるんですけど。うん。ほいでね、うん。こんな感じスキしていたらね、あとはね、スキバサミ。これ。うん。こういうので、もう、これはね、適当に。好きやからね、ラインが出えへんの、これやったら。うん。こんもりしたとこ、もっこりしたとこが、すっきりするいう感じ。こんもりがええんか、もっこりがええんか、どっちの表現がええんかわからんけど。うん。どっちがええんかでしょ。うん。クイーンとなったとこはね、これだけで収まるんですよ。でね、それが面白くないから、この、串もうこれで、なんか、終わった感じするでしょ。うん。じゃなくって、じゃーん。これじゃなくて、じゃーん。これで、これ。これ、今日ちょっと考えてみた。ほんでね、髭剃りの、普通のね、ここのシェーバーの部分じゃなくって、こっちの部分、ここね、ここ、ビューっと。これこういうのずーっと揃えるやつなんだけどね、もっとね、もっと、ええ値段出したらもっとこう、ええ値段出したらここはもっとこう、こっち幅のやつがある。こんな2センチとかじゃなくって、3センチとか、うん。これはもうこういう、そこら辺を、こう揃えるやつ揃えるやつなんやけど、これ、正解したらね、やつ買おうかな。うん、それで、こう、やーっと、もう適当にこう、ギューッとすくい上げて、垂らして、見えるかな？カメラさんちょっといじってあげて。カメラさんってこう、これ、こんな感じ。もう初めての挑戦。あ、こうやって。どんなのやろ。ほら。向こうの鏡見えると。指で持ちよりええかな、もうね。明日お出かけするんやけど、大丈夫やろか。口使うてない。うん。何も。大丈夫やろかな。ここのとこはちょっとなんかあれやな。もう、こっち戻っか。
このちょっと上のとこは富士山の山なんだよね。うん、でやん、ちょっとこれで、うん、それでもう一回、うん、同じ位置ばっかりやからちょっとあの見てもらおうかな。どういう風にしたらいい、あの見てもらえるかな。こうか、こうどんな風になってます、自分で分からへんねんけど、なんか影になっとんかちょっと分かんないけどね、うん、ちょっと後ろがあれやね、あのまだできてないね、うん、でもまあちょっとスッキリしてした感じするねこの辺、うん、ちょっと後ろはちょっともうちょっとあれしてみるわ。12分も撮ってもどうかな、ちょっとだけちょっとだけ止めるね、はい、ちょっとだけ止めてちょっとあのここが見えるようにしてみたいけどね、自分でもしながら。もうなんか緊張する、ここ剥げとんちゃうこの辺ね、うん、いやでもええわ、もうあの明日人に会わなあかんねんけどな、今日動画撮らんでよかった、どうしよう、まあええわ、もうええ、カットついた、いや痛い、ここ、ひどいここ。お坊さん。
うん、普通にそう思うけどね、自分の中では、うん、やっていくぞー、うん、この辺もっこりしと、これすきばさみね、うん、あの普通のハサミだったらとんでもないあのことになるから、 すきばさみ結構便利です。あの大体ねハサミであの形状だけ整えた、整えたら、ね、うん、よっしゃ、はい、こんな感じで、出来上がりました。もうちょっとここのとこがね、うん、もうちょっと念入りしてみようかな、あの歯磨きのところね、うん、これで、はい、で、こういうところに入れて、ここのとこをスーッとせえへんかったらスーッとよく見えへんですね、うん、こんな感じ。そう見える？うん。右側の後ろが見えへん。そっちかなり2回言うと。うん。うん。ちょっとこれでストップしてみます。はい、そしたらあ、じゃあどうしようかな。ちょっと一回ちょっと最初からインカメにしとったよかった。うん、どっちもよう見えとったね。ちょっとこうこの辺、いやー、どなしなんすよね。うん、いやーね、ほんまに。うん、でこっちがこんな感じだった。こっちが、うん、ここやった。ここなんかちょっと変だけど、うん、こっち、いやー、ここなんか、
すぐなるけどね、2、30秒。でも明日ちょっと合わなあかんねえじゃん。どんな感じなのか。うん。まあまあまあ、ここの癖のとこがちょっとこう、もっこりしたやろ。ここね。ちょっとでしょ。ここ。うん、ここ。うん。いいね。うん。ちょっと待ってよ。雨降っとるからね、湿度でかかったらピンクになるんよ、金庫の毛。晴れとるときにしたらいいんやけど、今日なんか、でも雨降っとるときしか時間ないからね。うん、ほんで、こういうふうにしてみるけど、うん。うん。落ち着いたかな？これもういつもぶつけ本番よ。はい、ちょっとここがね、うん、しくじった感じだけど、まあ1週間もすればなんとかなるでしょう。暑くなるからね、ちょっと畑で、うん、倒れ始めちょっとから大丈夫かな、うん、はい、ここもっこりしとん？はい、いう感じで仕上げてみました。いかがでしょうか。ちょっとこの辺までやります、うん。ちょっとね、微調整また、しますわ。この辺とか。うん。単語が出てもらうと。うん。まあ、なんとかなったかな。はい。はい、正面向いて。こんな感じです。はい。綺麗にね、まあ、整髪なんかせえへんけどね。ガーリックシーン止めだけ。うん。こなして。こなしてだけ。はい。これでね、サイドが、2ブロックごときなんですけども、うん。まあ、撮影終わってから、ここだけ綺麗に、こう、揃えたらちょっとマシになるでしょ。今度また、金庫色の金庫でって言った時に、お、綺麗なドヤンって、お求めになるから。うん。いいかな。うん。セルフカットの金庫、仕上がりました。ということでね、いうことでね、ご視聴いただきありがとうございます。なんか今日は散髪の動画でいつもね、違うこと話しとったけど、それどころじゃなかった。うん、そんなんで、時間取ってもらって、見てもらってありがとうございます。ここの、こういうところとかね、うん、するとこに、普通のシェーバーなんですけど、これがついてるやつで、こんな風にできますんで、したいと思われる方は、やってみてください。ほんまはね、金本は、ここが2センチじゃなくて、ここが2センチじゃなくてね、うん、もっと広いの売っとんや。もっと広いの売っとんです。だからまあ、これ、できるんやったら、もうちょっと、買おうかな。うん、これはもう39%ぐらいなんやけどね、うん、これ、前歯で、うん、結構安いでしょ。うん、でもまあ半導体のことがあったりいろんなこと言うと、電気製品もどこまでね、どんな値段で買えるかわからへんねんけど、これも長いこと使わせてもらってます。うん、朝はね、ひげ剃りと眉毛剃って、うん、ない髪の毛に、眉毛にちょっとこう最近はシャドウを入れるようにしてますけど、今日は何も入れてないですよ。入れてなかったらこんな感じなんやけどね。うん、嫁さんが線入れたらって言われて、やつ入れておられて。最後にこれからこれにした。で。それだと見なくて済むから、まあ、こんな風に、うん、自分でなんかまとめたと思います。はい、イエイ。はい、ということでね。はい、仕上がりました。はい、さっぱりしたでしょ。うん。まあね、ちょっと後ろがね、ちょっとあれは2ブロックで言うな、ドラがいいな。じゃーん。はい、こんな感じです。はい。まあね、セルフカットなんで、まあ、とりあえず、明日だけちょっと、人目に気がつかれるかなと思うんですが、まあ、いつもね、タオル鉢巻きやっとうから、すぐに戻ると思うんですけれども、まあ、こんな感じで。
マジコ流で、そのうちもっと上手になるかなと思ってます。はい。最後までね、ご視聴いただきまして、ありがとうございました。ほんならね、また。チャンネル登録お願いします。チャンネル登録お願いします。チャンネル登録お願いします。チャンネル